今回は奈良市鶴ヶ町にあります鶴ヶ町北ビルという物件のご紹介をさせていただきます。今回はこちらバルコニーからになっております。こんな感じで結構ねバルコニー自体も広々としております。それでは中に入っていきます。それはねかなり広々とした洋室となっております。こちらエアコンも1台ついてますね。でこちらにですね大きめのクローゼットをついておりまして、こうやって開けてみるとですねこんな感じでずっとハンガーパイプがついておりまして、上にも収納がございますので大きなお荷物とかたくさんの、ね、お洋服を入れていただくことができるクローゼットとなっております。それでね、インターホンついているんですけれども、なんと入り口がですね、典型付きのオートロック付きとなっておりますので、セキュリティもバッチリな物件となっております。それではキッチンスペースに参ります。はい、こちらがですね、かなり大きめなキッチンになっておりまして、なんと2口のガスコンロが付いたシステムキッチンとなっております。ここにね、ちゃんと作業台があって、ここの下のね、収納もたくさんありますし、じゃあ上にも収納がついております。なんとこちらの物件はですね、ちょっとキッチンスペースがかなり広々としておりまして、こんな感じで。ここにね、結構スペースがございますので、冷蔵庫と食器棚とかを置いていただいても、広々と使っていただけるキッチンとなっております。でこちらが、室内洗濯機置き場ですね。で、こちらが玄関スペースになっているんですけれども、なんとこちらがですね、シューズボックスもついております。こんな感じで、1,2,3,4 段ついてますね。でこの中にね靴を入れていただいたら、こちらもすっきりと玄関スペースで、ゆったりと過ごせるスペースになってます。でなんとこちらのお部屋はですね、こんな感じでちょっとおしゃれな照明がついております。全室についてるわけではないので、ちょっと入っていただいた時期によると思うんですけれども、こちらのお部屋はおしゃれな照明がついているということですね。でこちら、入っていただきますと、洗面スペースとなっております。なんとこちらが、独立洗面台ですね。単身世帯の物件にしてはかなり、珍しいタイプになっているんですけれども、でこちらの扉がおトイレとなっております。トイレ自体もかなり、ね、広々としておりまして、こちらがちょっと壁がへこんでますので、まあ、トイレットペーパーとかね置いていただけるスペースとなっております。でこちらが、お風呂ですね。こんな感じで結構広々とした浴槽がついておりますので、ちょっとね足を伸ばして履いていただくなんてこともできますね。もちろんちゃんとシャワーもついております。こちらの物件は JR 奈良駅と近鉄奈良駅のちょうど間ぐらいにある、すごくね便利な立地にあります物件になっております。また各大学もね、徒歩や自転車で行ける距離にある、すごく場所がいいところにある物件になりますので、まあ、学生さんとか単身さんに、人気のおすすめの物件となっております。以上でご紹介をさせていただきました。